こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察や、ゲームにまつわるエピソードの解説を行っていきます。毎月1日、15日更新、前編後編合わせて、毎回約30分を予定しております。第105回、今回取り上げるゲームは、テイルズ・オブ・ファンタジアです。なお、前編では、ストーリー序盤の展開を除いて、物語の核心に迫るネタバレはしておりませんので、コメントの際は、何卒ご配慮のほどお願いいたします。まずは簡単にゲームの紹介をいたします。ナムコの看板 RPG、テイルズ・オブ・シリーズの第一作。仮に出かけている最中に、何者かにふるさとの村を滅ぼされ、両親を殺されたことに端を発して、主人公クレスが失意の中で旅に出る物語。この世に悪があるとすれば、それは人の心だ。やがて、人の心を持つ者たちは、魔王と呼ばれる存在の脅威に直面することになり、クレスは仲間たちと共に、一つの定めに導かれていきます。本作の戦闘システムは、RPG おなじみの、ターン制コマンド選択バトルではなく、横スクロールアクションが主体となっています。絶えず時間が流れるアクションバトルを主体としつつ、技や魔法をコマンドで選択する際は、時間が止まるという、当時としては画期的なシステムが評価されました。プレイヤーが操作するキャラ一人を選び、他のパーティーキャラは、あらかじめ設定しておいた作戦に応じて、AI で行動することになります。当時のロムカセットのゲームでは珍しく、オープニングムービーでは主題歌が流れ、キャラクターのセリフにも要所でボイスが用いられています。オリジナルは、スーパーファミコン用ソフトとして作られ、1995年に発売されました。同年に発売された主なソフトは、クロノトリガー、タクティクスオーガ、ロマサガ3、風雷の試練などに加え、本作発売の6日前には、ドラクエ6幻の大地が発売されていました。そのため、当時の関係者のお話によると、販売本数こそ振るわなかったそうですが、作品自体の評価は高く、ファンの熱い後押しもあって、以後人気シリーズとしての地位を確立するに至ります。当時のテレビ CM はこちら。48メガの大容量が可能にした、数々の新システムを搭載。ついにその全貌を表す。今、ナムコが送る本格 RPG、 スーパーファミコン、ナムコテイルズ・オブ・ファンタジア。君はこの伝説の物語を始めたか。ここが始まった。プレイステーション、ナムコテイルズ・オブ・ファンタジア。それでは続きまして、ゆっくりの1分間物語序盤のあらすじ解説。物語のプロローグ。謎の4人組による謎の儀式によって、謎の存在が封印されようとしています。その傍らには2つのペンダントが。それから十数年後、主人公クレスは父ミゲールに呼び出されました。15歳の誕生日にクレスが父からもらったペンダントのことで話があるとのこと。その時、一緒に狩りに出かける約束をしていた親友チェスターが迎えに来たため、話は帰ってからということになりました。森でイノシシを追っていると、枯れ果てた巨木に行き当たります。すると、不意に謎の女性が現れ、気を汚さないでと言い残し、緑に生い茂った巨木の幻影と共に姿を消しました。それはともかく、イノシシを無事仕留めると、村の異変を知らせる鐘の音が鳴り響きます。急いで村に戻るも、村人は皆殺しに。かすかに息のあった母親の最後の言葉。クレス、逃げなさい。おじの住む北のユークリッドに。あいつらはお前のペンダントを。ゲームやわは、皆さんから寄せられたリクエストをもとに、取り上げるゲームを決めています。取り上げてほしいゲームを、ぜひ Twitter や動画コメントでお寄せください。ただ、ゲームやわは、更新頻度が限られているため、取り上げられるゲームの本数には、おのずと限度があります。その点はご理解いただければ幸いです。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。こんばんは。よろしくお願いいたします。今回も3つのチャプターに分けてお話しいたします。それでは最初のチャプターはこちら。チャプター1、愛を証明するもの。
まずは簡単に、テイルズ・オブ・ファンタジア誕生の経緯をご紹介したいと思います。本作が作られるに至ったそもそものきっかけは、日本テレネットというゲーム開発会社の社長が、ナムコにゲームの企画を持ち込んだことに端を発していました。その時、同社が持ってきたカセットの試作品には、スーパーファミコンで歌が流せるプログラムが組み込まれ、本作の特徴の一つである戦闘システムも入っていたそうです。つまり、企画がナムコに持ち込まれた段階で、本作における、二つの主要なコンセプトが、すでに形になっていたというわけです。本作の開発チームの主体は、当時の日本テレネットのプログラマーらで構成され、後にスターオーシャンや、ヴァルキリープロファイルなどで名を馳せることになる、トライエースを設立した方々だそうです。スーファミで声が出せる技術も、そのチームの下で作られました。したがって、もともと高い能力と技術力を有したチームによって、本作の企画は立案されたようです。そして、声を出せる技術や、特徴的な戦闘システムを、最も活かせるゲームジャンルは何だろうかと試案した結果、RPG がいいだろうという話になりました。企画当初のタイトル案は、テイルファンタジアというものでした。試作品のグラフィックは、当時のトップクラスの水準にあり、戦闘システムも斬新なものだったため、人気ジャンルの一つである、RPG の有力タイトルを持っていなかったナムコにとっては、まさに渡りに船とも言うべき企画だったそうです。そして、スーファミのゲームで、オープニングムービーの際に主題歌が流れるという演出は、当時多くのプレイヤーに鮮烈な印象を与えることになりました。現バンダイナムコのプロデューサーの方は、次のようなニュアンスのことを語っています。ファンタジアが発売された当時は、日の当たる場所にドラクエや FF があり、そこにファンタジアという新たな種が植え付けられた。そこで芽を出していこうと思ったら、目立たなきゃ生き残れない。だからこそ、戦闘システムを工夫する必要があったし、アニメの手法を積極的に取り入れ、ボイスも当時の業界最大容量で詰め込まれた。そういった生き抜くという力が凝縮されたのが、ファンタジアのスピリッツだったと思う。そして、キャラ同士の会話や料理システムなども含め、それらの生き抜くために構築された特徴の数々が、シリーズとしてのアイデンティティとなったのかもしれません。本作は、あらすじ解説でお話ししたように、ゲーム冒頭に滅ぼされる村からスタートします。この序盤における、悲劇的な出来事の連続も、本作のシナリオの大きな特徴と言えるのかもしれません。仮に出かける前、親友チェスターの妹アミーは、主人公クレスに渡したいものがあると告げていました。家に立ち寄ってみると、彼女から渡されたものは、クレスの格好をした人形でした。お前、毎晩遅くまで、それを塗っていたのか。それから、村を出るためには、必ず橋を通ることになりますが、その橋の上には、来月に結婚を控えた男女が佇んでいました。さらに、結婚式が行われる教会の前には、子供たちの姿が。お兄ちゃん、今度また剣術教えてくれよ。俺、もっともっと強くなりたいんだ。ああ、私も早くお嫁さんになりたいな。しかし、悲劇によって、来月に迫っていた結婚式も、子供たちの未来もすべて失われ、主人公クレスに残されたものは、両親の亡骸と、自分の姿をした一体の人形と、妹の傍らで悲嘆に暮れる親友の痛ましい姿でした。プレイヤーにとって、この村で過ごす時間はごくわずかなものです。それでも、その後すぐに訪れる、主人公たちの悲しみをプレイヤーが理解できるように、心に残る贈り物をくれる親友の妹や、未来の願いと幸せについて語る人々の姿が描かれていました。クレスたちは南の森に出向き、生きる糧を得るための狩りをすることになります。そこで遭遇するイノシシは、特にこちらを襲うでもなく、むしろ驚いて逃げ回っていました。しかも、イノシシは子供連れでした。親イノシシは、子供のイノシシを守っているようにも見えました。イノシシの親子を仕留めると、村の危険を知らせる鐘が鳴り響きます。逃げ惑う子供連れのイノシシを仕留めた直後に、クレスは自分の両親を失うことになりました。このように、本作テイルズ・オブ・ファンタジアの始まりは、あまりにもハードでヘビーな幕開けでした。しかし、それは裏を返せば、故郷が滅ぼされた理由を突き止め、両親たちを皆殺しにした連中を探し出すという、プレイヤーがクレスを操作する上での、悲しみや怒りといった感情を伴った、明確な動機が示されていることを意味していました。また、死の直前に、両親が揃って口にしていたペンダントの話や、森で遭遇した謎の存在の言葉など、
プレイヤーにとって、喉元に引っかかった小骨のような、気がかりとなりうる謎も巧みに示されています。この感情を伴う明確な動機づけと、気にかかる謎が、いわば車の両輪となって、常にプレイヤーを牽引し続けるのが、本作の特徴の一つだと思います。例えば、両親の死を目の当たりにした後、クレスの家の2階に行ってみると、暖炉に1本のサーベルが突き刺さっていました。父親のものでもなければ、クレスのものでもない。ここを襲った奴らのものかもしれない。そのサーベルは、クレスの中に、ふつふつと憎悪の念が湧き上がるような代物でした。そして、そのサーベルのアイテム説明文には、ユークリッド黒鎧騎士団で使われている剣であると記されています。思い起こされる、母親の最後の言葉。おじの住むユークリッドに。暗闇と稲光のもと、このサーベルを手にしたことで、また一つ、プレイヤーの中に、ユークリッドに向かう明確な動機づけと、このサーベルの持ち主を探し出すという目的が、さらに刻み込まれることになるかもしれません。そして、そのユークリッドでは、叔父の密告を受け、クレスはサーベルの持ち主である、黒鎧騎士団に捕まってしまいます。叔父のウルソンはすまないと口にし、罪悪感を抱いているようでした。こうしなかったら、わしらは愚か、ユークリッドの都が、トーティスの二の舞になってしまうんだ。ユークリッドの中央の広場では、ピエロがお手玉を披露していて、それを子供たちが嬉しそうに見物していました。そうした幸せそうな子供たちの運命が、オルソンの決断一つに委ねられていました。しかし、プレステのリメイク版では、彼が妹の息子を犠牲にしてまで守ろうとした思いが、黒鎧騎士団によって踏みにじられる様子が描かれています。プレイヤーは、ますます黒鎧騎士団に対し、負の感情を募らせることになるかもしれません。この場面を別の側面から見れば、だからこそユークリッドでは、オルソンの苦悩の象徴とも言うべき、お手玉に無邪気に喜ぶ子供たちの姿が描かれていたのだと思います。それから、クレスは騎士団のアジトに連行され、ペンダントを奪われた後に地下牢に閉じ込められ、そこから脱出を試みることになります。何か、牢屋の扉をこじ開けるものが必要になりますが、そこでプレイヤーが取る行動は、なんと、地下牢で生き耐えていた女性の胸に突き刺さっている剣を抜き取ることでした。どうか安らかにお眠りください。失礼します。生き延びるためとはいえ、あまりにもショッキングな場面の一つです。そして、抜き取った剣で扉をこじ開けた先で、クレスは、ミントという名の一人の女の子と出会うことになりました。話を聞いてみると、この女の子は母親を探しているらしく、その母親は、どうやら、さっきクレスが胸から剣を抜き取った女性であることが明らかになります。向こうの牢に捕らえられているはずです。あっちには誰もいなかったと、クレスはとっさに口にしました。この子は母親の死を知らない。現実をこの子に見せるのは、あまりにも気の毒だ。ここでクレスは、自分の両親の死と共に、ミントの母親の死の痛みを、人知れず背負うことになります。人形をくれた親友の妹、トーティスの村人たち、ユークリッドの子供たちを救いたかった叔父のウルソン。悲しみと憎悪が募る中、これらの悲劇はすべて、プレイヤーがゲームを進める上での動機と目的に結びついていました。その後、ミントの時と同じように、クレスが、別の誰かの悲しみと痛みを背負うとする場面が訪れます。それはハーメルという街で、やはり何者かに両親を殺された少女に遭遇した時のことでした。仇討ちなら、僕が力になる。主人公クレスは、両親の死後、感情をあらわにする親友のチェスターとは対照的に、怒りや悲しみといった自らの感情に対し、抑制的な人物として描かれています。しかし、上ごとで両親のことをつぶやき、同じ境遇に置かれた、少女の仇討ちを肩代わりする場面などを通じて、プレイヤーが彼の心情を察することができるようになっていました。本作は、1995年に発売されましたが、実際には、94年の段階で、ほぼゲームは完成していたそうです。しかし、ナムコからオリジナル RPG を出すからには、一定のボリュームやクオリティは担保したいということで、追加や調整などを繰り返しているうちに、発売日が1年延びてしまったとのことです。そのため、先述したように、ドラクエと発売日がもろかぶりとなって、販売本数的には、あまり振るわない結果となってしまいました。そのことに関しては、開発を手掛けてくれた、日本テレネットのチームに申し訳ない気持ちだったと、当時のナムコの方は語っています。ところが、売り上げはいまいちでも、プレイヤーからの評価には手応えを感じていました。
その理由の一つは、ゲームの箱に収められていたアンケートハガキが、ナムコに数多く寄せられていたからでした。そのハガキは、プレイヤーが自分で、切手を買わなければ送れない種類のものでしたが、それでもたくさんのハガキが届いていたそうです。しかも、寄せられた多くのハガキには、それぞれのプレイヤーの手によって、本作のキャラクターのイラストが描かれていました。ナムコの方は、開発を手掛けた日本テレネットのチームに、これだけの反応が来ていると、プレイヤーから送られてきたハガキを見せたそうです。それは、本作に対するプレイヤーの熱意の表れであり、このゲームが多くの人々に愛されている何よりの証でした。その後本作は、オリジナルから3年後の1998年に、プレイステーションでリメイクされ、スーファミ版から販売本数を大幅に伸ばし、およそ77万本を売り上げたそうです。それは取りも直さず、ナムコと日本テレネットの方々が、誠実に作品に向き合い続けたことに対する、3年越しの贈り物とも言うべきものでした。妹を失った、親友チェスターのセリフ。戦ったところで負けるだけなのかもしれない。でも今は、それでも戦わなきゃいけない時なんだよ。そしてクレスは、チェスターと共に仇の元に向かいました。しかし戦いに敗れ、ふと気がつくと、クレスの足元には、ぷっつりとつるの切れた、親友の弓が転がっていました。きっと大丈夫だから。多くのファンに愛された、彼らの愛と悲しみと絶望のリベンジロードは、まだ始まったばかりです。続きは後編で。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編では、本作の戦闘システムの魅力、人間の存在が問われる物語、キャラクター同士の絆、奥深いストーリーの考察などについて、さらにお話しする予定です。後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。